毎度工事屋です。ライカ R6.2 R6.2 ですねと、R 用の3カムズミクロン 90mm が入りましたのでセットにしました。純正のキャップフードですね、引き出し式フードになります。ちょっと固めというかしっかりしてます。よくスカスカになってますけど、それに比べれば、まあ、使うときにはいいと思います。ヘリコイドはスムーズですね、ここに問題ないです。絞りも大丈夫です。絞り込みレバーです。レンズは、まあ、多少方向にありますけど、まあ、まずまず綺麗です。スカッとしてますね。ペンライトで照らしても分かりません。まあ、多少ほこりは入ってますが、まあ、抜けはいいですね。悪くないと思います。外観多少使用感ありますけど、まずまずだと思います。カナダ製のズミクロンですね。ちょっとフードが収納するとき固めな感じです。274万台の3カムですね、3カムになります。ボディは機械式シャッターの R6.2 190万台ですね。ボディも多少使用感あります。多少あれの素手は、まあ、下はカバーがそのまま残ってます。素手はありますが、ひどいへこみなどはないようです。まあ、まあまあというところでしょうね。ファインダーも多少のホコリはあるでしょうが、まあ綺麗に見えてる方でしょう。露出計メーターもきちんと動いてました。モルトあとは大丈夫ですね。1秒2分の1。30 60 125、250、500、1000、2000まであるのがいいですね。やっぱりね、きちんと開いてます。しっかりしてるボディだと思います。絞りの動きも OK ですね。大丈夫だと思います。セットでお買い得になってます。